SP いっぱい出る海南駅、ご覧の感じでございます。あいつくんね、しげるちゃん、石破茂総理が二階さんの応援演説に来るっちゅうことで、まあ、我も来たんじゃ。物々しい感じやった。お前昨日爆発あったしよ、なんか東京の方でな、爆発ちゃうか、なんか事件やったやん、車で突っ込んでいっぱいボディチェックされたよ。海南駅前すごい人、陸の候補であります二階信康候補から皆様に心からの訴えを申し上げます。皆さんおはようございます。本当に先ほどから胸が熱くなる思いです。私のこの初めての挑戦に際し、皆さんの真心こもったお一人お一人の熱いご声、本当にありがとうございます。私は和歌山で生まれました。そしてこの和歌山で育てていただきました。小さい頃は山、川、海で存分に遊ばせてもらい、日が暮れてボールが見えなくなるまで野球をみんなとして、そんな子供の頃を過ごし、そして家庭においては父は東京での国会生活がありました。父は近くにおりませんでしたが、亡くなった母の愛情を存分に受けて私は育てていただいたんです。和歌山で生まれて、この日本一のふるさと和歌山に育てていただいた人間です。私には夢があります。どんな夢か、この日本一のふるさと和歌山、もっともっと全国の皆さん、世界中の皆さんに知っていただきたい。この海南地域にだって日本一、世界一のもたくさんあるじゃないですか。伝統漆器、家庭用品、下津の村田漆器が全国に、世界に通用するものがこの私たちのふるさとにあるんです。これをもっと知っていただいて、全国から世界からこの日本一のふるさと和歌山に、皆さんにもっともっと今の桁違いと大勢の皆さんに来ていただきたい。そうすればこの私たちのふるさとの景色が変わります。そのために今政治は何を課さなければならないか、何を求められているか、立候補表明の今日に至るまで、選挙区和歌山県の面積で9割を占める巨大な選挙区、27の市町村から成り立つこの選挙区、一軒一軒お尋ねし、いろんな方のいろんな切実な声を私は伺ってまいりました。信康さん、10増10減で地方の国会議員が減らされるなんておかしいよ。できたら東京行った孫の近くで住みたいよ。若者も仕事さえあれば明日にでも帰ってきたいよ。一次産業の後継者がいないよ。
畑は好奇地、家は空き家、増えてきて本当に不安だ。こんな声毎日伺ってまいりました。これは決して和歌山県だけの話ではないんです。日本全国地方で今皆さんが切実に思っている声なんです。この声を政治は放置しておいてよいのでしょうか。今日は石破総理総裁、和歌山までお越しをいただきました。鳥取県のご選出、私たちの思い、私たちの痛み、苦しみ、分かっていただける総理であります。総理は、総裁は今、日本創生、もう一度新しい日本を作り直す、こうおっしゃってくれています。本当に私たちはそれにかけたいような思い、私たちも同じ思いです。いなくなった後継者、いなくなった人材、一体どこ行ったのか。東京への一極集中は止まらない。私はこの選挙をなんとか乗り切ってやらせていただきたいことが一つ、それはこの国の形を変えたい、この国の形を変えなければならない、そう思うんです。一極集中を止めて、もう一度全国の地方に元気や活力が戻る、この国の形、今こそ政治はビジョンを示さないといけない、そう思います。私は思います。本当の意味の日本創生って何だろうか。いつでも安心して暮らし続けられるふるさとがある、いつでも安心して帰ってこれるふるさとがある、これこそ真の日本創生だと思いますが、いかがでしょうか。皆さん、もう一つ私たちの暮らし、安心安全を何としても守り抜かなければなりません。去年の豪雨災害、この多発する自然災害、私は能登地震の現場に行ってまいりました。肌で感じました。私たちのように海に囲まれ、山に囲まれたこの半島、私にやらせていただきたいことがあります。国土強靭化、すでに法律ができ予算がつきました。それに加え、私たちのようなこの能登半島の教訓を生かす、そういう意味で半島強靭化、この言葉を半島振興法という法律に明記したい。そして私たちの地域の安心と安全を守り抜きたい。このように具体的に実行することが、あの能登の皆さんの本当に辛い思い、その教訓を生かす、そのことが政治に求められていると思います。最後に、私は和歌山で生まれ、和歌山で育てていただきました。本当に今そのことが私の最大の誇りです。私はふるさとの皆さん、和歌山の皆さんと共に軸足を和歌山に置いて、皆さんの声を、思いを国政に届けて、そして法律にして、予算にして、そして新しい日本を作る、この仕事を私にさせていただけないでしょうか。チャンスをいただけないでしょうか。次回述べやす、すべてはふるさとのために、全身全霊、残りの生涯すべてを和歌山に捧げる覚悟で、残りの選挙戦戦ってまいります。皆さんのなお一層熱いご支援、ご声援を心からお願いいたしまして、街頭からのお訴えとさせていただきます。次回述べやす、どうぞよろしくお願いいたします。
次回のおみやすから心からの訴えでございました。それでは皆さん、お待たせをいたしました。大変忙しい中駆けつけていただきました石破茂総理から激励の言葉を頂戴したいと思います。総理どうぞよろしくお願い申し上げます。皆様おはようございます。最近警備がものすごくきつくなってしまいました。昨日は自民党本部に火炎瓶が投げられ、小官邸に軽トラックが突っ込みそうになる、世の中大変物騒になりましたので、私はこんなに離れたとこから喋るの好きじゃないです。できれば本当に皆様の中に入らせていただいて、二階の宮さん頼みますよっつって両手で手を握ってお願いをしたいのです。ですけどいろんなことでこんなに離れて高いところからお話をすることになってしまいました。会談はもう今から20年ぐらい前でしょうか、石田正敏さんの選挙のお手伝いで農林大臣の時だったか防衛大臣の時だったか一回来たことがありますが、駅前で演説をさせていただくのはこれが初めてというようなことで、テレビでは見たことはあるが実物を見るのは初めてだという方もおられるかもしれません。テレビで見より怖くはないという私が自民党総裁の石田であります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。こういう人を出したいと私は本当に思います。私は5回目の挑戦で自民党総裁にならせていただきました。今度総裁選挙を出馬するにあたって、その出馬表明の場所に選んだのは私の実家のすぐ近くにあるちっちゃな神社の前で出馬表明を演説をいたしました。鳥取県八頭郡八頭町というちっちゃな町のちっちゃな集落、そこは私どもの出身地でございます。ちっちゃな神社の前で5回目の総裁選挙に出馬する、そういう表明を行いました。なんでそこでやったか、もう今から60年も前のことになります。私小学生でした。夏祭りがありました。日本は今ほど豊かではなかった、老若男女大勢の人が集まった、とっても賑やかだった、みんなが笑顔だった。悪口やったり足を引っ張ってやったりするのではなくて、本当に幸せな地方がありました。もう一回あれを取り戻したいと私は思っています。みんなが思いやり、悪口を言わず足を引っ張り合わず、みんながお互いに笑顔で助け合って生きていく、そういう日本、そういう地方を作りたい、私は今でもそのように思っております。今日本でやらねばならないこと、まず第一、日本の国の独立と平和、これは大前提です。日本の独立と平和、この和歌山においても陸上自衛隊、由良の本県隊、海上自衛隊、そして航空自衛隊の警戒員、約300名の自衛官が皆様方にお世話になっております。今自衛官は定数の9割しかおりません。どんなに立派な飛行機を買い、どんなに立派な船を買い、どんなに立派な戦車を持って、動かす人が9割しかいないのです。これで日本が守れると私は思いません。陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊で厳しい訓練を積んでいろんな能力を身につけてきた、でも自衛官の定年は56歳です。子供はまだ中学生、高校生、陸海空の自衛隊に身につけたいろんな能力が最大限に活かせるように、そういう環境を作っていかなければなりません。金がかければいいのではない、本当にみんなが思いやって国を守る、
そういう体制を我が自民党は必ず作ります。最近物騒じゃないですか。北朝鮮は毎月みたいにミサイルを打ち上げ、ロシアと北朝鮮の同盟が強化され、ロシアと中国の船飛行機、領海侵犯、領空侵犯、我々自民党は必ずこの日本の国の独立と平和を守り抜きます。この和歌山からそれをやるのが二階信康であります。日本の国を守る、これが第一。第二は国民を守るということであります。ご先代の二階俊夫先生がずっと国土強靭化ってのを訴えて、防災ってのを訴えて、南海トラフは必ずいつかはやってきます。来るか来ないかではない、必ずいつかはやって、この和歌山において亡くなる方8万人、倒壊家屋19万戸、被害総額10兆円、どうしたらそれを少なくできるんだ、これが政治の使命でなくて一体何ですか。防災の日本というのを作っていかなければならない。候補が今申しましたね、元旦、能登半島地震、私水産の責任者をやってました。すぐに行って漁港を見てまいりました。総理になって初めて地方に出かけたのは能登半島でした。お正月、元旦、コロナが明けたね、久しぶりに親戚が帰ってきたね、家族が帰ってきたね、友達が帰ってきたね、久しぶりに幸せなひとときだねって思ったら、あの地震が全てを消してしまいました。絶望の淵からようやくと光が見えてきたときに襲ったのが、あの大雨です。あの豪雨です。行ってきました。なんで私たちだけはこんな目に遭わなきゃいけないんだ。泣きながら訴える人たちが大勢いました。災害を完全に予測することはできません。だけども、地震にしても、大雨にしても、科学の力でその予測の精度を上げることは可能なんです。気象庁の予算たったの550億、そんなことで国の防災が務まると私は思いません。地震、大雨、その予知予測ができる体制を格段に引き上げてまいります。そして避難所で体育館で雑魚寝なんぞということは真っ当な国のやることではありません。101年前の関東大震災の時と何にも変わっていない。台湾でも大きな地震が5月にありました。プライバシーが確保されたエアコンがついたコンテナ型のトイレ、あったかいおいしい食事ができるキッチンカー、プライバシーが確保されたテント、何度かゆっくり休める段ボール型のベッド、3時間以内に届くのです。イタリアでも1日以内に届くのです。なんでイタリアにできることが、台湾にできることが、日本でできない。一番つらい思い、自分も被災した、家族も被災した、家も倒壊した、仕事はどうなるか分かんない、絶望の淵にいる人たちに政治の光が当たらなくて、これが何が国家である。私はそういう人たちに希望の光を与え、日本国として防災、そして災害対応、世界一の体制を作っていかなければならない。そして能登も半島です。ここも紀伊半島、災害は場所を選びません、時を選びません。地形が厳しいから、だから損害が大きくていい、そんな話には全くなりません。この紀伊半島から新しい防災国家を、二階信康は必ず災害に強い日本をこの海南から、和歌山から作っていきます。どうぞお力をお与えください。そして
人口減少に歯止めをかけなければなりません。和歌山の人口はとうとう90万を割りました。1年に和歌山県は1万1000人ずつ人口が減っているのです。なんでこんなことが起こるのですか。このままいけばあと80年経ったら日本人は半分になるのです。200年経ったら10分の1になる。300年経ったら30分の1になる。これをほっといていいはずがない。ではなんで和歌山の人口が減るか。それは我々鳥取も一緒です。島でも一緒です。地方というのはみんなそうなんだけれども、結婚したくても結婚できない人がいっぱいいます。婚姻率って言います。人口1000人あたり何人結婚しましたか。出生届を市長さんのところに持っていく。人口1000人あたりの率、これを婚姻率と申します。和歌山県少ない方から10番目、和歌山県人口減少率多い方から10番目。そういうことです。結婚したくてもできない、そういう人たちがいっぱいです。若い女性がどんどん出ていく。東京に来ます。東京は一番結婚するんだけど一番子供が生まれないのが東京です。これを変えていかない限り日本の現人口減少は絶対に止まりません。東京の悪口言ってもしょうがない。どうやってこの階段に和歌山に若い人たちがとどまってくれるか、そして結婚できる環境を作っていくか、それが我々が今後打ち出す新しい経済対策であります。ともすれば今までの日本はコストをカットする形で経済を運営してきました。ごめんね、給料上がらないけど我慢してね。下請けの皆さん、孫請けの皆さん、これだけしかお金払えないけど我慢してね。新しい商品、新しいサービス、それを作るお金あんまり出せないけど我慢してね。給料は上がらない、下請けや孫請けの皆さん方は大変だ。新しい商品は作れない、新しいサービスは作れない、でも経費を抑えるから何とか回していこうね。これをコストカット型の経済と申します。我々はそういう経済をもうやめにしたいと思っています。物価が上がっても給料がそれより上がっていく。難しいことまで言えば労働分配率って言います。企業が稼いだお金をどれだけ労働者の皆さん方にお支払いするか。経営者や株主だけが良ければいいのではありません。働く人たちの給料を上げていかねばならない。そして下請けの皆さん、孫請けの皆さん、これで我慢してねみたいなことを言ってはならない。下請けや孫請けの皆さん方にきちんとやっていけるだけのお金をお支払いをしなければなりません。そしてこの階段、ここは何ですか。トワシとスポンジが日本一、なんでかよくわかんないが、タワシとスポンジが日本一。それだけではなくて、今日は確か海南のお菓子祭の日ですよね。お菓子の始まりがなぜここか。昔はみかんがお菓子だったんだそうでね、それがお菓子の始まり。今日はこれからお菓子祭りが海南であります。綺麗な帆船もやってきます。未来へという綺麗な帆船もやってきます。どうぞこのお話を聞いていただいて、期日前投票に行っていただいて、そしてお菓子祭りにどうぞいらっしゃってください。いろんな素敵なものがたくさんある。この海の景色も、昔から日本で最も綺麗な海と言われたのがこの海南であります。今候補者2回信康が申しましたように、日本国中だけではない、これだけ関空が近いのですから、世界中から大勢の人がこの海南にやってくる。海南の美味しいもの、車庫前系でも家系でも何でもいいんだが、海南のラーメン、和歌山ラーメン、
それをためにやってくる、おいしい海産物をためにやってくる、この海南の魅力を世界中に広めていくのは二階信康であります。どうぞ皆様お力を貸してください。必ずやる。私は昨日はずっと鹿児島を回っておって、最後は千葉で演説をいたしておりました。今朝朝一番の飛行機で関空に降りました。二階信康が昔勤めておった航空会社の飛行機に乗りました。全日空とかいう航空会社でありました。そこの人が二階信康っていいやつでしたよって言う人がいっぱいいました。その場を飾ることはいくらでもできます。一緒に勤めていた人、一緒に働いた人、一緒に学校で勉強した人、そういう人たちが選ぶらない、本当にみんなと一緒に汗をかく、地元の人と一緒にこの地元から新しい日本を作る、我々自民党は政治と金、このことについて深くお詫びは申し上げます。誰からいくらもらったのってことがきちんと明らかになった、最終的な責任は総裁たる私が全て負います。それは明らかにしていきます。もうこのようなことはやりません。我々自民党は深い反省のもとに、自由活発に議論ができる、あらゆることに公正公平、そして謙虚な政治をもう一度この日本の国自民党に取り戻してまいります。いつの時代もそうですが、国を変え歴史を変えるのは都の偉い人ではありません。いつの時代も国を変え歴史を変えるのは地方であり庶民大衆であります。どうぞ皆様ご支援ご支援を賜りますようにお願いを申し上げます。ぜひ今日お借りになって期日前投票をお願いします。スマホをお持ちの方はぜひスマホでこの海南の和歌山2区のお知り合いの方の電話番号を出していただいて、二階信康を頼む、そのようなお声を増えてください。スマホなんて持ってない方はガラケーでよろしいの、そんなものを持ってないという方はお家のお電話でよろしいの。私も今13回目の選挙やっています。地元でいつの選挙もそうです。投票日になるまで行くか行かないか決めてない、投票日になるまで誰に入れるか決めてない、そういう人たちが海南にも大勢います。選挙を決めるのはその方々。日曜日の朝お出かけいただいて本当にすいません。ありがとうございました。ご近所の皆様ご迷惑かけました。ぜひ皆様方が今お集まりいただいている方々、今二階信康に入れようと思っている方、それだけでは足りない。誰に入れるか決めてない、行くか行かないか決めてない、そういう方々に皆様方が二階信康頼む、行っていただければ8割の確率で必ず入ります。行っていただければ入っていただかなければ入りません。相手から勝ったらそっちに入れます。二階信康これまで選挙区くまなく歩いてまいりました。あとは最後まで倒れるまでやりますが、皆様方にお力を貸してください。お電話、お手紙、そしてまたお声かけで結構です。皆様方のお力で必ずこの海南から、和歌山から新しい日本自民党を作る二階信康、自民党、そして公明党、皆様方のお力を賜ります。どうぞ我々与党が引き続き政権を担う力を海南から和歌山からお与えいただきますよう、心からお願いしていただきます。ご挨拶終わります。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、後ろもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございました。お待ちしてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、2階よろしくお願いいたします。2階です。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。すみません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、これを。ありがとうございました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 。どうも皆様、2回6月を祝して大切な演奏を託していただきますように心からお願い申し上げます。本日は日曜日の貴重なお時間、皆様、大勢の皆様、ご参加賜りまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。2回6月、全てはふるさとのために、ふるさとに新しい波を、国政に新風をと立ち上がりました。若い候補者をどうかと一緒にかけておそらく賜ります。